もうあの時ねトイレがなくてね、もう車止めるところ死にそうだったけどね爽やかな風が吹いてね、河原で顔真っ青で、そういう話じゃなくて対岸のトイレに行きたくていやいや違う人の思い出をそんな、ね、そんな話にしないで、ね、耳は遠いけど三井さんの方はなんか思い出残ることはありますか、お二人で動いた中で。そうですよね、まさか同じ茨の小田川のほとりでトイレの話そうですね、ラジオですよこれ、はい、失礼しました、はい、ですね、はい、私はですね、あの芋っていうのをあのなんていうのかな、ちゃんと自分の演奏であの芋っていうのをやらせてもらって、あのその時にあの山崎さんが栗きんとんで行った時に山崎さんがいいよっていう即返事をくれて、で、まあ、私にとっても本当チャレンジというかそういう気持ちで行かせてもらったんですけれども、もう本当に足が震えて、もう本当手も汗びっしょりで、もう緊張しまくって大変だったんですけど、冬でしたねもう本当にもう心強かったです、もうそれが忘れられないですね、はい、いいこと言われますね、さっきのトイレとはまた違ってその時にねパン屋のね原田さんもね遊びに来てくれてたんですよ ね、 そう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 、本当に、ね、最近は追っかけてくれないですよね私たちやっててもね、はい、そんな栗きんとんさん、はい、はい、そんな栗きんとんさん楽しいですね本当にありがとうございます、8月3日以降で何か こう、はい、ここでやりますよっていう場所とかあります？ちょっと思い出してくださいよまあ定期的に、ねね、私たちやらせてもらっているのが、はい、あの鴻島にある伊藤家さんっていう、はい、あの民家をカフェにした、はい